皆さんこんにちは。こんにちは。私ですね、時間があるときにテクニカルダンジョン、この魔石竜進めてるんですけれども、はい、進めようかなと。今日もお盆なんで2つ目だ。2014年のお盆なので進めようかなと。お盆でマスケット。これ何色でございますか？2個目。これボスが木と闇のアダマントです。木と闇のアダマントか。はい。じゃあパーティーの選定からフレンドの設定までしましょう。はい、お願いします。お待たせいたしました。つきましては今回、はい、こんなパーティーで行ってみようかと。ホルス。ホルスパーでございます。フレンドがね、はい、で、こいつを入れました。イザナミ3ターンの間受けるダメージを減らす。おお、なるほど。どう転ぶでしょうか。これでいきましょう。はい、挑戦。そうか、スタミナ40ってなかなか大きいですね。でかいんだよ、スタミナ40が、はい、で、バトル7な。はい、全バトル7。よし、悟空で行ってみようかな。なるほど、いきます。はい、あ、ハート届いてない。おうおう。ちなみにこれだとどれくらいだ。お、あ、いいんですね。結構バスバス行くんです ね。ヨロッね。これちょっとむしろ食らってターン食べたいな。ちょっとだけいきます。はい、6000、オッケー。なるほど、うん、これで ここ貯めれるチャンスだよ。貯めますね、むしろもう一回貯めてもいいよね。そうですね、6000いつでしたもんね。ねえ、しゃあ6500ぐらいだかな、うん、だったらこんなんは OK。あと2コンボ、はい、まあ火が入っちゃってるね。あ、まあまあまあ、まあ、けたな。十分溜まりました、十分溜めることができました。これでいきましょう、バトル2。じゃあここからも本気でいきますよ。はい、いきます。これで4色。おー、順調じゃない？順調順調、すごい順調じゃない？順調、たまりそうだし、いろいろと全然たまる、はい、このままだとですね、イザナミさんもあと3ターンでたまるんで。いいですね、22で出たし、しかもここをもう突っぱねるだけだね、あとはね。カーバンクル51万 HP です。51万。スキルはキュアで、攻撃は木の方が15000、うんうん、闇が16200。うん、なんかいけそうな空気満々、うん、普通に行きますね。はい、参ります。これでどうですか。5色ですよ。ハートまでいった、落ち込む祭りも。これでバッチシ、うん、からの、はい、普通にコンボでいいのかな。行きましょう、はい、参ります。あ、4色決まってね。あら、しまった。あら、セーフだよね、セーフだよね。くらえるくらえる。オッケー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 、よかったよかった。ちょっと一瞬ヒヤッとしちゃった。行きましょう。あ、うまい。これで、あらま、落ち込んだ。今日の私落ち込んでる、乗りまくりでした。超調子いい。自動回復がありますね、いい感じの自動回復が、自動回復パワーもあるのか、うん、6バトル目が先制で9573のダメージが来るんですけど、うん、まあもうすでに超えてるんで、ですね、普通に超えてしまって。 OK、 参ります。はい、これで何この火だらけ、すごい。え、待ってくれ、むしろこれ4色決まらんな。色ない、
火だらけとか。でも222とか結構敵のターン数もいい感じにやる気のない敵ですよ。お盆だなお盆ちょっと休みたい。お盆系だな。お休みをちょっと欲してる感じ。いきます。はい、これだとね、悟空の4色なんですよ。なるほど。おー、いい感じ、いい感じ。からの、どうしようかな。行きましょう。はい、参ります。これで、あ、落ち込んで5色。てかさ、ポリスもさ、はい、5色で5倍、5倍でした。どう、相当強くない？強い。いつも思うんだけどさ、すごいよね、この強さ、半端ない。参ります。はい、これで4色。そして落ち込まず、うん、お、ワンパンだ。一撃で、はい、ボスですな。はい、この子が HP が100万ぐらいでしたっけ。はい、104万。防御力が12200です。でも3ターンあるんだ。3ターンあります。なんだ、そう、スキルが結構嫌なんですよ。もう2万6000のダメージとかあるんですけど、まあ、3ターンのうちに倒しきっちゃえば勝ったいきます。はい、おー、5色でハートも決めた。あら、いろいろと持ってくる必要がなかったな。完璧ですね。完璧だな、はい、スキル発動じゃしない特に必要なし、あえてスキルを発動しない。5色今日乗ってるよ。完璧ですね。皆さんありがとうございました。大いいお盆休み。はい、なんかみんなも休み中だったのかな。そうですね、ちょっとダンジョンの中でね、ね、休憩モードだったかもしれないですね。こんな感じでクリアしました。魔石流の木、リーダーチェンジ、リーダーチェンジですね。で、半減系か。なるほどね。最初に実装された時に言われてたのは、彼をリーダーにして道中木とか闇とかのところ、はいはい、越えながら最後リーダーチェンジで倍率上げていくみたいなことを言われてたりして。これ言われてなかったっけ、この魔石流シリーズ。最初初めて実装された時、そうかそうか、リーダーチェンジの使い方ってなかなか難しいですよね。なんか多分リーダースキルによってボス戦だけこの子をリーダーにするとか天狗みたいにやばいみたいな時にリーダーにするとかいろいろあります。なんかそのワングレンとか、はいはい、そのリーダーチェンジを持っていて、ワングレン確かバーニングシフトだよね、スキル名で。ボスの時だけチェンジした上で4倍で殴るとか、それ系のモンスターが最近ボンボンねいるから、はい、このリーダーチェンジどうやってどのタイミングで使ったらいいんだみたいな議論はね、あの昔からいろいろありますけれどもね。いいですね、なんかリーダーチェンジの使い方みたいなのを攻略で紹介するのはいいな。特に私とかはね、もうワングレンなんで取らないんだ、あ、今すぐにでもワングレンを取ればいいよって、めちゃめちゃ強いっていうのはずっと言われてるんですけどね。まあその時が来たら取ろうと思っておりますよ、はい、じゃあマセキル続きをいきましょう。では皆さんもさよなら。皆さんご視聴ありがとうございました。 YouTube でご覧の方は、チャンネル登録を、ニコニコのマックスムライブでご視聴の方はお気に入り登録をよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それではまた別の動画でお会いしましょう。さよなら。